超懐かしくないこれ。懐かしいです、ね、誰か知り合い懐かしいな。かげちゃんになるんですね。かげちゃんじゃないか。俺は絶対ないよね。あ、僕はあれじゃない。ケイちゃんです。ケイちゃんなんか呼ばれたことないでしょ。ケイちゃんです。ちょっとね、なんか好きな子の探したりとか。はいはい、しましたしました。懐かしいな。こういうのを集めてたのな、はい、うん、いいですね。すげえ人になって。ねえ、スーさん。はい。寿司食いたくないですか。寿司食べたいです。今日はね、浅草に伝説の回転寿司屋さんっていうのがあったのよ、はい、それがあのマグロ人さんっつってね、はい、もう1時間ぐらい並んで入る伝説の回転寿司屋があったの、そこが業態変更して、はい、今カウンター寿司になって、はい、もうねマグロ人っていうぐらいだからマグロがうまいんですよ。うわ、最高じゃないですか。今日はマグロ尽くしでマグロたらふく食べたい。やったー。どうですか。最高でございます。行きましょう。行きましょう。ここフジテレビの1万人が選ぶ絶品回転寿司で日本一になったお店なの。業態変更しまして、はい、今はカウンター寿司と立ち食い寿司になって上野と浅草で今4店舗お店があるんだけど、うちのお店でしたからね、ここ。そうですよね。あのコロナで撤退しましたけど。日本一のマグロ仲卸、山行のマグロクラブ。わー、すごいですね、これ。山行さんって聞いたことある？あ、ちょっとだけ聞いたことあります。知らなかったら知らないでいいんですけど、いつもでなんかね、浅いからその中で、あ、聞いたことありますみたいな。まあいいんだけど、高級寿司店にしか卸さない、はい、こだわり抜いた日本一のマグロ、はい、これをカジュアルに食べられるのがここですから。そうなんですね。高級店にしかないマグロだからね。食べられちゃうんですか、それが。ねえ、行っちゃいますよ。ごめんください、よろしくお願いします。お世話になります。すみません、ありがとうございます。阿部社長です。阿部と申します。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。いつもね、お世話になってるんですよ、はい、もう回転寿司の時からお世話になってまして。よろしくお願いいたします。いや、このね、希少部位と、はい、もう当然赤身中トロ大トロ、はい、この辺をね、ずらりと全部出していただこうかなと。あ、最高じゃないですか。マグロ尽くしでいきますよ。楽しみだな。いやこれもうまそうだもんな。全部美味しそうに見えちゃう。いやこれハチの身ってズミクって言うんですかね。そうですね、一般的にはズミクです。ズミクでまた、はい、脳天とかも来てるから。これ美味しいですよね。ハチの身ですね。ズミクですね。ハチの身で中落ち、はい、でこれほっぺなんで、これ塩コショウで、はいはい、召し上がってもらえば。この台のさ、はい、前の回転寿司の時と同じですよね、これ。あ、そうなんですね。全部天井が。あ、そうですか。出たケース。いやもうね、1時間並ぶんだからマグロ人さんで食べるときはいつも前のときですね。そうですよ。じゃあ僕赤身から失礼します。見て、スーさん、いや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 、でしょ。うまそうですね。普通にまろやかですね。めちゃくちゃうまい。いやいやいや、もう輝きがすごいですよね。これちょっと中落ちいいですか、スーさん。はい。
今日は溢れてるじゃないですか。もうさっき海苔巻き食べてたけど今日お腹いっぱいだろうと思って。いやいやいや全然ですよ、全然ですよ。すごい量ですね、これ中沖の量は。結構あのかき氷屋さんとみんな 1.5 倍ぐらいで使われてあれ見ていったらちょっと小さかったっオムライスも言ってた。あ、本当ですか。うん、おいしい。ズニックいってみましょうか。え、そう、なんかなかなか食べれないですね。これお醤油つけてそうですね、それです。はぁ、いやー美味しそうだな。すごいね、座ってもすぐにこんな食べちゃっていいのかしら。うん、やばですね。いやいいな。中トロもいっちゃおうかな。いや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 、いいっすか、中トロ。まあ、普段赤身しか食べないからね。はい、中トロ。うん、うん、いいですね、中トロも。うん、ちょうどいい、おいしい。そのままいけるのにステーキですね。本当そうです、お魚じゃないみたいな。ちょっと早くないですか食べるの。早いね。そうさん、はい、どれくらいか分かんないけど食べ終わりました。相当早いですよ。見てくださいよ、これ来ましたよ。よかったね、スーさん。いやいや、よかった、食べれます、僕も。いただきます。溶けました。溶けました。もう最高です、これは。マグロ尽くしって言ったんですけど、マヨサラダってのがうまいんですよ。本当ですか。あの回転寿司だけど3歳ぐらい俺マヨサラ食べてたんだけど。あれ食べてもいい。どうぞどうぞどうぞ。マヨサラお願いします。これうまいだよ。結構なんか海外とかでもあったりするんですか。いや俺ね、だからなんかこうグルメを気取ってるけど、はい、所詮海外育ちなんで、はい、あのだから握りも好きなんだけど丼物が好きだったり、うんうんうん、なんかね、ああいうちょっとおかしなちっちゃくないけど、はい、なんかああいうのも楽しくて好きなんですよ。だからあのそこのカメラの前では頼むのやめようかと思ったけど、はい、もうできなくなってきた。食べたくなっちゃったんですね。ありがとうございます。ああ、小さいの、ありがとうございます。おお、すごいすごい。気をつけていただきました。かわいい。いや、俺のスーさんのが、じゃあどうし。これはね、スーさんうまいっすよ。これ、海苔も美味しいからね。最高です。マグロ人の阿部社長です。改めまして、よろしくお願いします。よろしくお願いします。美味しかったです。ありがとうございました。先ほどもお伝えしたんですけれども、私はもうマグロ人さんのあの回転寿司、あそこはもう浅草の伝説の回転寿司だと思うんですよね。うんうんうん、オレンジ通りがこんなに外国人観光客とか通る前ですからね。あそこの一角だけがね、大行列だったんですよ。くねくねくねと。お店の中入ってもまだ 2列ぐらい並ぶんだから、だからちょうど20年前ぐらいになるんですかね。そうですね、21年前ですか。21年前、はい、8月ですもんね。もう21年前にとなりますね。
お父様が創業されたんですね、はい、まあ、先代の父がですね、まあ、創業いたしまして、はい、去年まあおかげさまに20周年を迎えたという、ね、もう最初からドーンと混んでたんですか。ですね、まあ、最初の方はまだなかなかですね、はい、グルメ回転寿司っていうコンセプトがまだ浸透していなくて、はい、やはりまあ2000年当時でいうと、まあ、その大手さんがやってらっしゃるその1皿100円均一っていう、やっぱ回転寿司さんが全盛期でしたから、はい、まあ、うちのお店って、まあ、確かにいいネタすごくご提供させていただいてるんですけど、まあ、300円だったり1皿、はい、500円だったり、うん、っていうところで最初はなかなか受け入れていただく時間かかったんですけれども、うん、まあ、やっぱり召し上がっていただくと、これはちょっと回転寿司のレベルじゃないぞというような形で、おかげさまでちょっと口コミとかで、まあ、メディアの方も取り上げていただいて、まあ、気がついたらという形で、おかげさまで。でもやっぱマグロ人さんっていうぐらいですから、やっぱマグロにこだわりがあるんですよね。そうですね、まあ、当店の一番の特徴といいますか、うん、まあ、マグロ人の、まあ、成り立ちじゃないですけれども、まあ、どうやって始まったかといいますと、まあ、その21年前です、ね、2000年の8月に、まあ、先代である父が創業したんですけれども、うん、まあ、当時山行さんっていうですね、まあ、今すごく有名なマグロの仲卸のお会社があるんですけれども、うん、そちら社長さんもすごい親しくさせていただいてて、はい、ちょっと一緒に寿司屋やろうと、そういった話がきっかけになってまして、で先ほど申したんですけれども、当時まだやっぱ100円の回転寿司が全盛期だった時代だったんですけど、まあ、ちょっと自分も取引先いろいろ紹介するから、ちょっとその全国各地のこだわりのネタを提供する、ちょっとクオリティの高いグルメの回転寿司にちょっとやってみようと、まあ、そういった話を山田家の社長様からいただいて、まあ、父がじゃあちょっと一応やってみるかということで始まった経緯がありまして、まあ、そこから本当にかれこれ21年ずっと山田家さんですね、お取引をさせていただいていて、まあ、もう今やもう今年の豊洲市場の初競りも落札される、あと、まあ、他のいろんなね、日本中の名店に卸してらっしゃいますけれども、まあ、そんなお取引先様ともうちのようなお店がお取引をさせていただいて、お客様に、まあ、最高のマグロをご提供させていただいているといったところが、まあ、うちの一番の特徴かなというふうには考えています。はい、なんか安倍さんとは仲良くさせていただいてて、はい、よく僕はお話しするんですけど、その先代は20年先の未来を見てたんでしょうね。その高級なマグロをカジュアルに楽しめるお店、しかも回転寿司だったら家族で来ても若い人たちも気軽に入れるし、うん、でちょびっと背伸びしてね、美味しいもの食べて、すごいすごいなって思います。だって浅草ってもう古いお寿司屋さんもいっぱいある中で、回転寿司でそこに負けないやつを持ってきちゃうんだから、うん、革命的なサービスだったなと思いますね。ありがとうございます。いや今考えると、まあ、そういう意味で本当私は父はそういう点というか、先を見る目というところは本当に尊敬してるし、はい、もう本当すごいなと思いますね。うちもまあ回転寿司で、まあ、このマグロ人っていうお店を始めさせていただいて、で、まあ、20年、まあ、去年区切りの年だったんですけれども、まあ、やっぱりその、まあ、先ほどあったその移転、まあ、この縮小移転という形はもちろんコロナかっていうのがまあ最終的なまあ決定打ではあったんですけれども、まあ、私がこの、まあ、継ぐっていう決意をした時に、まあ、既に考えてたこととしては、やっぱりまあその、まあ、創業当時のコンセプトであるとか、そのグルメ回転寿司という、まあ、価値がまあ今現時点今日ではそこまでまあ絶対的なものがなくなってきてるなと、まあ、いわゆるまあグルメ回転寿司のお店ってまあどこ行ってもありますし、まあ、今も北海道とか金沢とかのご当地系と言われる回転寿司のお店出てきたりとか、まあ、大手チェーン店さんもグルメ志向に変えたりとかしていて、まあ、そういった意味なかなかその、まあ、グルメ回転寿司としての価値、マグロ人がグルメ回転寿司たる価値というのは今少なくなってきているなというのが正直あってですね、まあ、ちょっとこのタイミングで少しその、まあ、リブランディングじゃないですけれども、はい、何か新しい形でマグロ人の価値をもう一回考え出さないといけないなというタイミングがあったので、まあ、本当に、まあ、縮小移転という形になったのは残念ではあるんですけれども、まあ、会社全体としてはこれ前向きに捉えていて、まあ、さっきやった立ち食いのお店ですとか、そういったところでまた違う出店の方法でまた違う方向で前に進んでいきたいなというふうには思っています。でも、まあ、安倍さんも急遽ですもん ね、 そうですね、社長になられたのがドイツにいらっしゃったんです。そうなんですか。直前までそうですね、おりまして、まあ、私もその、まあ、この前職は、まあ、ちょっと銀行の方に勤めておりまして10年ほど勤めてたんですけれども、今影さんおっしゃってたりするみたいにちょっと、直前海外にいたんですけれども、この会社を継ぐことになったきっかけというのが、まあ、父の急性という形で、まあ、その、まあ、このマグロ人を作った、まあ、父が、まあ、5年前に急遽、まあ、亡くなっているということで、まあ、そこからいろいろあったんですけども、私がこうやって継がせていただいているというので、今。ああ、
大変ですよね、急に日本帰ってきて、そしてコロナになって持ってないですよね。でも安倍さんは僕すごいなと思うんですけど、結構この1年半動かれましたよね。動かざるを得なかったです。私が本当にそうですね、帰国したのが2019年の暮れで、2020年の頭にまあこの会社入社したんですけれども、まあ、その時はまあ意気揚々とですね、はい、まあ、オリンピックもありますし、もうこの浅草もインバウンド条例もすごいことになると、まあ、ここは一気にやったらぞっていうのすごい意気揚々といたんですけれども、まあ、それと同時にコロナウイルスがやってきまして、もうあの入社と同時に一気に吹き切って常にどん底みたいな、まあ、そんな毎日でしたから、まあ少し自分に考えたらまあ非常にいい経験をさせてもらってるんですけど、まあ大変ですね。そうですね。でもお店縮小して移転っていうか、まあうちのお店の後に入っていただいて本当にあのマグロビタさんの英断があった上で我々は速やかに退店ができて本当に助けられたんですけど、それで回転寿司をやめてカウンター寿司にされて、立ち食いも去年の12月でしたっけ、そうですね、されたの2店舗ぐらい、ですね、去年そうですね、ね、このリニューアルと12月去年の暮れに上野広小路の方に立ち食いの、まあ、小さなお店を出していただいて、同じ月に2店やったんですか、まあ、同じと、まあ、10月12月ですか、10月12月、まあ、同じ時期ですか、はい、大変だね、立ち食い寿司がね、浅草でいうとあの雷門出張所っていうんですね、はいはい、あの雷門の前に浅草駅の近くにありまして、はい、ここもね、あの夜繰り出す前に一人でちょっと寿司食べたいなっていう時にカウンターでパパッと食べて、うん、電車に乗って出かけると、うんうん、あれもね、いいんですよね、立ち食い寿司も、まさにそうですね、まあ、そういったお客様にちょっとそちらの方にね、行っていただきたいなと、どうですかね、でも安倍さん的には先代のように次の10年、20年先のこのマグロ人さんとしてのあり方とか、こういうことを目指していきたいっていうのって何かあるんですか、私も結局その父の亡くなったタイミングというのがあまりにもやっぱり急でして、はい、もう父もまだ59歳というタイミングで、まあ、病気は持ってたんですけれども、はい、まさか本人も亡くなると思ってなかったので、ですので、まあ、その父が結局このマグロ人をどうしていきたいかっていうのって、まあ、家族含めて結局誰も知ることなく亡くなってしまったんですよ。ですから、まあ、私も父が亡くなって実はすぐ辞めたわけではなくて、まあ、海外にいたっていうのもあるんですけれども、ちょっとその宙ぶらりになった時期が正直マグロ人もありましたですね、はい、まあ、これからどうしていくんだろう、回転寿司がね、なかなかその昔みたいにいい時代でなくなってきて、かといってしっかりこの看板を残していかないということを考えるときに、じゃあその父が急に亡くなって宙ぶらりになったこの何ですかね、バトンをどう受け取るのかみたいな、言ったときに、まあ、結局答えは分かんないですし、もしかしたら父はまあ、僕に自分に継いでほしいと思ってなかったのかもしれない、それも今更わからないですけれども、まあ、私にやっぱ信念を持ってやっていきたいなと思っていて、はい、まあ、今はそうですね、先ほどあった、まあ、マグロ人のそのリブランディングという中で、まあ、立ち食い寿司店、まあ、サクッと本格的な江戸前寿司を召し上がっていただける、まあ、お寿司屋さん、お寿司空間といったものを作っていきたいなと、いうふうに今考えています。ありがとうございました。本当にすいません。ありがとうございました。ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。